先制されながらも何度も追いつけ、あと一歩のところだったかと思います。この勝ち点が取れなかったこの敗戦、今どう感じていらっしゃるでしょうか。そうですね、まあ、選手は90分間本当に勝利を目指して、最後まで戦ってくれたと思いますし、なんとか勝ち点につなげたかったんですけれども、非常に悔しい結果に終わりましたし、まあ、サポーターが、ね、大勢駆けつけてくれた中で、勝ち点3を最低1でもという思いでゲームには臨みました。結果的には、ね、敗戦ということで非常に残念ですし、そういう思いを、まあ、勝利というプレゼントができなかったので、まあ、その結果を受け止めて、次に向けてもう一度修正していくしかないと思っていますので、頑張っていきたいと思います。この90分を通して一番難しかった部分、どんなところだったでしょうか。まあ、札幌さんは本当に、長く監督が同じサッカーをやられてますし、その攻撃の質であったり、まあ、両サイド、そしてスピード感ある攻撃っていうのをが特徴でもあったので、まあ、そこをいかに抑えるかというところはゲーム前のプランとしてはあったんですが、なかなかそこを抑えきれずに、やはり失点を重ねてしまったことでこっちが追いかけなければいけないというゲーム展開にはなりました。まあ、そのあたりの反省点はあると思いますが、ただ我々もなかなか今まで点が取れなかった中で、ゴールが4つ生まれたということは前向きに捉えて、行かなければいけないと思いますし、その次の試合にそういう部分はいいところはつなげながらやっていきたいと思います。ハーフタイムに人を変え形を変え、チームとしてのギアが一つ上がったようにも感じました。そして90分間選手たちの戦う姿勢というのが前面に出てたようにも感じます。このあたりというのは井原監督どう評価されるでしょうか。まあ、私が途中から就任して、もちろん選手たちには90分間もうフルで本当に走るハードワークをする、まあ、切り替えも早くやろうということは言ってきているので、まあ、そういう姿勢は全員が見せてくれたと思いますし、まあ、それが結果的に勝ちにつながらなかったことは残念ですけれども、評価できる部分ではあると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。